続いてトゥデイズアイです。さて、昨日もお伝えしましたが、来週から FCI 日本語放送がリニューアルしてパワーアップします。 FCI モーニングアイと新たに土曜日放送となる FCI モーニングアイサタデー、月曜日から土曜日の朝を迎えるのにぴったりの新テーマソングが決まりました。どんな曲かは来週までのお楽しみ。今日はそのテーマソングを手掛けるアーティストたちをご紹介しましょう。まず月曜日から金曜日の朝放送の FCI モーニングアイの新テーマソングを歌うのは、沖縄出身のこのグループ、ちょっと変わったグループ名なんです。 FCI モーニングアイをご覧の皆さん、ハイハーイ、セブンプスです。セブンプスのセブンは普通に7と訳して、ウップスを外国人の方のえっていう驚き音ということでくっつけると7えです。アメリカに、ね、住んでる方もウップスウップスそっち言ってると思うので、ぜひ覚えてもらえたらなと思います。ボーカルの七恵を中心に2004年に沖縄で結成し、去年メジャーデビューを果たしたセブンウップス。アルバムはまだ発売されていないものの、これまでの3曲のシングルすべて映画や人気アニメナルトなどの主題歌に抜擢され、また3枚目のシングルをもとにし、石原さとみ主演で制作されたショートドラマも話題を集めました。夏がね、終わっちゃうなって。実はその石原さとみを共感させ、出演に導いたのがメンバー全員が手掛けるという歌詞。女の子の心に響く等身大で描かれた恋愛小説的な歌詞と、少しあどけなく、そして切ない七恵の歌声が10代を中心に絶大な支持を集めてきました。ということで、こんなセブンプスなんですけれども、なんとセブンプスの虹色が7月からのテーマ曲に選ばれました。未来へ向かう前向きな気持ちを歌う虹色ですが、どんな曲なのかは来週月曜日の FCI モーニングアイをお楽しみに。そしてもう一曲、新しく始まる FCI モーニングアイサタデー、ゆったりと過ごしたい土曜日の朝ならではのテーマソングを歌うのは、 FCI モーニングアイをご覧の皆様、おはようございます、ベッキーです。7月から私の曲幸せのカバンが FCI モーニングアイサタデーのテーマソングになりました。週に12本のレギュラーとテレビで見ない日はなく、その明るいキャラクターとざっくばらんなトークで幅広い年代に人気のタレント、ベッキー。2009年に歌手活動を本格的に始めたベッキーは、実は自分自身で歌詞も多く手掛けているんです。幸せのカバンという曲はですね、自分で作詞をさせていただいたんですが、幸せの捉え方、不幸せの乗り越え方を優しい言葉で歌っています。私は一人一人が生まれた時に幸せを詰めるカバンを持っていると思ってるんですね。その中に幸せをいっぱい詰め込むんだけれども、なんか悲しいことがあるとぽっかりスペースを感じちゃうけど、でもそこに新しい幸せがやってくるんだよっていう、そういう歌になっております。アメリカで流れるということで本当に嬉しく思っております。まずですね、まあ私事なんですけれども、私の妹が LA に住んでおりますので、妹が聴いてくれたらいいななんて思ったり、あとはすごく優しい言葉で歌っているので、日本語をこれから勉強したいですとか、ちょっと勉強中という方にもスーッと聴いていただけるんじゃないかななんて思っております。ポジティブさも魅力のベッキー、そのベッキーの魅力と前向きなメッセージが詰まった幸せのカバンは、週末が始まる土曜日の朝を迎えるのにぴったり。視聴者の皆さんにどのように聞いてもらいたいですか？やはり土曜の朝と言いますと爽やかに過ごしたいですから、そんな皆さんの生活に
ふっと入っていけたらいいなと思っております。ぜひこの曲を聴いてほっこりしてください。ということで、月曜日から金曜日放送の FCI モーニングアイはセブンウップスの虹色、そして土曜日放送の FCI モーニングアイサタデーはベッキーの幸せのカバン。どんな曲なのかはそれぞれ来週の月曜日そして土曜日をお楽しみに。新しくなる FCI 日本語放送の放送地域や放送時間などの詳細は番組のホームページでご確認ください。以上トゥデイズアイでした。